ダンバース精神病院ダンバースは、マサチューセッツ州エセックス郡に位置する町である。2000年現在の国勢調査で、この町は総人口25,212人である。かつては、セーラム村と呼ばれ、セーラム魔女裁判で、多数の犠牲者を出した。また、北米一恐ろしい廃墟と言われるダンバース、精神病院の廃墟が存在した。現在は、 中央部の外壁部分を残してすべて解体され、跡地は住宅地として整備されている。近年では、ハイテク企業の誘致に力を入れており、アプライドマテリアルズ、ピクチャーテル社の工場の誘致に成功している。ダンバースは、北緯42度34分11秒、整形70度56分35秒に位置している。アメリカが収穫統計局によると、 この町は総面積36.5平方キロメートルである。このうち34.4平方キロメートルが陸地で2.1平方キロメートルが水地域である。総面積の5.75%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この町は人口25,212人、9,555世帯及び6,564家族が暮らしている。 人口密度は733.0平方キロメートルである。283.8平方キロメートルの平均的な密度に9762件の住宅が建っている。この町の人種的な構成は白人97.72%、アフリカン・アメリカン0.35%、先住民0.10%、アジア1.11%、 太平洋諸島系0.02%、その他の人種0.22%、及び、根結0.48%である。ここの人口の0.83%はヒスパニック、または、ラテン系である。この町内の住民は23.2%が18歳未満の未成年、18歳、以上24歳以下が6.4%、25歳。 以上44歳以下が28.7%、45歳以上64歳以下が24.5%、及び65歳以上が17.2%に、渡っている。中央値年齢は40歳である。女性100人ごとに対して男性は86.9人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は84.2人である。 この町の世帯ごとの平均的な収入は58,779ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は75,65ベイドルである。男性は48,058ベイドルに対して、女性は33,825ベイドルの平均的な収入がある。この町の一人あたりの収入は26,852ベイドルである。人口の2.9%及び、 家族の1.7%の収入は貧困船以下である。全人口のうち18歳未満の3.0%および65歳以上の4.4%は貧困船以下の生活を送っている。U.S. g ギャザティア・ Files 2012 0 0 0戦 &1990 United States Census Bureau h t t p w w w c e n s u s g o v g i o w w w g a z e t t e r g a z h t m l 二0一1年四月二十三日閲覧アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー http://factinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。